あ、ゲメさん、すみません、臨床中に。とんでもないです。ちょっとまた質問があるんですけど、はいはいはい、あのうちら結構変形性膝関節症の患者さんよく見るじゃないですか、うんうんうん、でやっぱ変形性膝関節症といったら、うん、やっぱ一番の特徴はあの内反変形があると思うんですけども、うん、一番基本って言っちゃ基本ですけども、一番難しいテーマではあるじゃないですか、うん、内反変形っていうのは、まあね、うん、まあ、だから臨床家として内反変形どこまでできるかっていうのはずっと悩み続けると思うんですけども、うん、ちょっと元明さんなりにちょっとどうお考えなのかというのを教えていただきたくてですね、うん、はい、うん、教えていただけますでしょうか。もちろんもちろんもちろん。っていうか、こうすごい綺麗になりましたね。引っ越ししたんでね。すごくもう最高の環境 で早速ですけど、よいしょ、じゃん。内反変形って言って、まあ、高齢者というか、まあ、変形性膝関節症に特有の内反変形っていうのは、まあ、これだよね。内反変形、O 脚ってこと。で、私たちができることは、これを外科的に手術することもできないし、この変形した骨自体は元に戻すことはできない。なのでこの変形した骨を元にこうするっていう考えはちょっと難しいと判断しますけど、ただ内反変形っていうことは O 脚ってことは少なからず膝が不安定だから内反変形している。その不安定性に陥っている膝の機能を改善させることは可能といって考えてもらって、膝の不安定な機能を改善させるっていうことの視点でやっていくといいと思う。で、この内反変形の不安定性で一番動作でストレスがかかるのが外反モーメントって言われてる。外反モーメント、この外反モーメントが一番影響してますよって言ってる先生が、あの山田英二先生。あ、山田英二先生ですか。ちょうど本が出たからちょっとすごく勉強になると思うんですけど、私もすごく熟読させてもらって、この内反変形についてすごく勉強になりました。なんで勉強になったかっていうと、健常者と実際の OA 患者の動作を徹底的に比較して膨大な研究データをもとに何が違うのか、そしてこの外反モーメントをなくすんじゃなくて最小化にするメカニズムは何なのかっていうのをちゃんと書かれている。すごく勉強になります。ぜひ読んでもらえると嬉しいなと思うんですけど、ここで紹介する、まあ、答えだけ言うと、これを最小化にするメカニズムは肩体の内旋と股関節の内転運動のコントロールって言われています。内転運動のコントロール、そう、この2つで、まあ、高齢者で O 脚で内反変形している人の多くは側部が海内していて肩体が外方傾斜している。でこれが起こると肩の下外旋が起こると。なのでこの下外旋に対して内旋がいかに出るか、動作の場面でそのための視点っていうのが一つ書かれていていて、なおかつこの内旋が出るかつこの O 脚によってこの骨盤の水平移動ができずにこう落ちてきちゃう、つまり股関節の内転、水平で骨盤の水平移動での内転運動が起こらないことによる、この肩により外方傾斜と下外旋が影響してますよってことを言って、これらに対しての運動療法とその解釈がしっかり書かれてますので、ぜひ皆さん一回読んでみるといいかもしれません。なるほど。じゃあ膝の OA の肩を見るときは2つポイントがあって、1つが肩の内旋、そしてもう1つが股関節の内転。内転、肩の内旋はイメージできますが、股関節の内転っていうのは、そうそうそう、意外とね、言われてみるとそうだなと思うんですけど、それをしっかり書かれている本っていうのが今までなかったと思うので、その視点でやってみると確かにいいなと思うんですが、なんとですね、臨床ティップス、そこでもうちゃんと書いてますので、それをちょっと見てもらって、あとはこの本に特典映像でこの外反モーメントに、実にあれ1時間以上でしたっけ。そうですね、1時間ありますね。その本、外反モーメントだけで1時間の以上の特典映像ついてますから、ぜひ見てそして学んでいただければと思います。なるほど。ちょっとぜひ発売されたらちょっとしっかり見てちょっと見直してみたいと思います、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。